こんにちは、ちゃこです。今日は久しぶりにいいお天気なのでハットンロックスに散歩に来ました。運河の横にある遊歩道を歩きます。ボートも見ないね。あれ、いい天気なのに人もいないね。景色が運河に反射して綺麗だね。やっと散歩してる人がいた。水仙がもうすぐ咲きそう。もうちょっと歩いてみよっか。あれは何？アルパカ？びっくりしたな。牧場じゃなくて庭だよ。こんな近くで見るのは初めて。可愛くって人懐っこいね。ペットでアルパカ飼ってるなんて思いもしなかった。それではまた。